え？早速ってだって今行くんだろだって。大豆スープ。これか。噂のですよ。こんにちは。もしかして YouTuber？ はい。あの見てました私 YouTube。 本当？あのタンク料理屋さん。はいはいはい。続けていったやつ。ええー。ああすごい。ありがとうございます。私あそこのタンク料理大好きなんですよ。あ、そうなんですか。そう。だからあ嬉しいと思って。美味しいからやってって。じゃあちょっと行ってくるねって。あ、本当ありがとうございます。ありがとうございます。絶対美味しいから来てって。週末だけなんですよね。そうなんです。ですよね。だからもう今日しかねえなっつって。ありがとうございます。で冷凍は普段、はい、冷凍作り出したので、はい、普段売ってるんですけど、はい、でもなかなかあの私が本当に手作りなので量がそんなに作れない。なるほど。なるほど。じゃあ買ってこいよ。これこのパターンか。本日のがあるんだよね。本日はこのパターンなんですよ。あ、でもあっちもあるんでしょ。冷凍それは冷凍なんだよね。これ冷凍。今食わなかったら冷凍の方がいいのかな。あ、そうですね。ね、冷凍で俺も使えるじゃん。あ、いいじゃん。じゃああんたが飲まない方を俺買うよ。じゃあ俺豚。YouTube。これ豚肉とネギと、はい、どうしようかな。いや本当俺好きな方。いいよ。じゃあ枝豆とエビ。じゃあ俺セロリと、はい、ごぼうで人参ごぼう。はい、ありがとうございます。お会計は、はい、一緒でいいです。はい。ペペはい、僕ペペでいきます。はい。ありがとうございます。岩井さんだ。はい、岩井さん。はい。あの LINE もらって、絶対美味しいから行ってなんつって、じゃあすぐちょっとチェックして行ってきますって。ちょっと味見していきませんか？あ、じゃあ、うん、はい。これご自宅なんですか？ここ事務所なんですよ。あ、へぇー。あの、花丸うどんって何も入れることが入ってて、花丸うどんやってるので、へぇー。花丸うどんのフランチャイズですけど。あ、そうなんだ。はい、そうなんです。へぇー。ほんとだ、花丸うどん、やっぱり。仲間募集。仲間募集してるやつだ。梅。何、なんだろうこれ。ああ。お前絶対違う。あ、違うのかな。俺多分俺これね、人参とごぼうだと思う。あんたと違うかもしれない。いや多分一緒ですよ。お前ね、本当人参だよね。そうです。これセロリだって。セロリじゃねえだろ。お前これ全然俺セロリっぽくねえな。本当にいい加減だよ。美味しい。たまるね。うん、うめえ。体に優しいっす。これだけ。やじ、いいの選びやがって。こっちが人参とごぼうの大豆スープ。こっちがたっぷりセロリの。いいんじゃない？体に良さそうだね。あ、でも結構期限あるね。冷凍しとけばね、これ、美味しかったよ。味見させていただいたんだけど、すごく美味しかった。